ビッグサイズなんですよあ、そうなんですねもう XL とかではないもうなんかすごいんですよ <laughs> こんにぃちるちる商業 b ルレビューサイトちるちる記者の綱吉とほぐしみです本日紹介する作品はこちら えー、推しのファンサがエロすぎです。はルじオン先生の作品でーす。え、あーー私これタイトルも初演も結構初めて見たんですけど。本当ですか?はい。いや、これはもう推しって名前がこう入ってるぐらいなので、うんうん、もうアイドルが出てきます。はい、アイドルとアナウンサーのお話なんですけど、<laughs> もう、もう、もう。私はこの表紙、表紙が。どこのみなんですよ。<laughs> その見てください。エロの文字でかくないですか?すね。<laughs> の期待がすごい,いやワクワクしちゃって <laughs> もうこれはあのデビューコミックスなんですよ。あそうなんです買、ね、ってから知ったんですけどもはい、はい、デビューコミックスでこんなにもう突き抜けたエロッドを楽しめるなんてとちょっと衝撃を受けましたので<ー>ちょっと紹介していきたいと思います。<ー>それでは早速やっていきましょう。はい、こちらの作品のあらすじなんですけども、はい、まあ先ほど言った通りこの表紙にいるこのこっち側のね バツのイケメソがアイドル <laughs> アイドルさんイ、ねはい、アイドルでメガネかけてるスーツ着てる黒髪の男の人がアナウンサーでこっちがウケですあ、そういうもう結構ね年の段階でドギマギしてますねえ <laughs> このでこのドギマギしててこう責められてるこの感じが意外と作品の序盤ではそんなに出て,てこないんですよあ,あ、そうなんですでなんかこのアナウンサーの方が木下さんって言うんですけども、うん、結構地味でなんか 局内とかにいいいてもえ、たたのみたいなすごいびっくりされちゃうぐらい気配を消すのがちょっとというか, <laughs> かエレベーターとか一緒に乗ってんのに全然気づかれないで本人の噂話で目の前でされちゃうみたいな場面もあったりして、まあ、とにかく目立たなくてでもアナウンサーってテレビにも映るじゃないですか、うんですね、テレビに映る存在でありながら地味なのでなんかめちゃくちゃシュールなんですよ。<laughs> で、はい、なんかちょっとすでに面白いんですけどそす、ね、実はその木下さんが、はい。 ドルオタクで、もう家で、あのペンダ振り回してるみたいな、<ー>もうポスターだらけ。私としてもね、尊敬すべきは、ドルオタの方なんですけども。きまったさんが、はい、もうアイドルとして、もう必死にオタクしている、その相手のアイドルというのが、まさに。このね、はい、表紙にもいます。まんこはるなくんっていう、はい、まあ、めちゃくちゃイケメン、キラキラ系で。はい 王子様感もある、はい、ザ・オードアイドルって感じで、はいはい、もうすごい人気者なんですよ。<ー>のノリに乗ってる普通のアイドルオタクとアイドルっていう感じなんですけどもやっぱりオタクでありながらアナウンサーっていうテレビ局とかに出入りする人間じゃないですかまあそういうおこしまな気持ちがねもちろんあって私はすごいいいと思うんですよ。 <laughs> こちらとしてはねですけども、はい、で実際に、まあ、意外とアナウンサーとアイドルでそんなに関わる機会もないなーっていうのが進んでいく中でとある番組で一緒になっちゃうんですよとうとう<ー>地方ロケみたいなのにアナウンサーとしてこう一緒に同行する感じになっちゃってそこが初対面になるんですよ二、はい、人の。もちろん アイドルオタクの木下さん的にはずっと見てきたお顔ですけども、はい、実物をしかもこんな近くで見るなんて初めてじゃないですか<ー>散りそうになってて <laughs> その眩しさで <laughs> <laughs> いただでさえちょっと存在感が <laughs> なに消えてしまうんかパってなっちゃってて動揺しちゃったりしてあとちょっと慣れない仕事だったっていうのもあって木下さんがちょっとミスしちゃうんでですねミスしちゃったその木下さんに対してイメージ通りのイケメンさで慰めてくれるはるな君がもう読んでてやっぱこういうアイドルだよなってアイドル理想と現実が一緒なの最高だよなみたいな読んでたんですけどもここからちょっと様子が変わってきまして。 ちょっと地方ロケだったので地方であのホテル泊ってたんですよ番組として全体でもうワクワクしちゃうもちろん別々の部屋ですよもちろん個室で一人部屋なんですけども夜あのアナウンサーの木下さんがすごいアイドルの動画とか見てちょっとこべらプライベートの時間をそう盛り上がってた時にホテルのドア叩かれて誰かなって見たら春菜くんわ来ちゃったうおってさっきまで画面で見てた春菜くんがいる もう映像みたいななね、うん、飛び出しちゃって、はい、なんか、まあ、その時点だと別にいいんですよあは春菜くんやっぱ仕事を一緒にした仲間というか仕事仲間だからこう声かけに来てくれたのかなみたいなうん、うん、アナウンサーとも仲良くしてくれるいいアイドルだななんて呼んでたらなんかあのすごい様子がやっぱそっからガラッて変わりまして春菜くんキラキラなんですけど、はい、あのめちゃくちゃ攻め属性がすごいかったんですよ。<laughs> これなんんて言えばいいんでしょうなんか <laughs> 急に顔がスめの顔になるんですよ <laughs> ああもうそこでチェンジがチ <laughs> ェンジがチェンジするとうんうん、うん、なんかあおそらくえっ、ー、と春菜くんは木下さんを攻めにやってきたんでしょうっやってきたんだと思うんですよ <laughs> もうそういう流れだと思うんですよす、はい、であのー、木下さんのえー、がアイドルオタクだってことを春菜くんは、まあ、ちょっとペンライトがッザザザって落ちたりして知ってあなんだ俺のこと好きだったんだ それなら行っかって、はい、行くんですよ <laughs> 相手が好きだと分かった途端に怒<う>気に出てくるてめさまじゃんてめさまですよでそれがなんかとんでもなくよくって、はいはい、木下さん自身のアナウンサーと、えー、アイドルオタクっていうそのギャップもめちゃくちゃ見てて面白いな楽しいなってなるんですけど、はい、あの かと思えはるな君のそのキラキラ可愛いアイドルっていうのとなんかすごい攻め力が強くなってお墨あふれてくる感じとのギャップもとんでもなくてんか2人とも違う意味でギャップを持ってるキャラクターでその2人がなんかもう絡み合っちゃうったら2人とも普段我々に見せてくれてる顔とは全く違う顔でなんか致してるんですよ。 ああでやっぱりそのファンサーがエロすぎですっていうのはそういうことなんですかはいはいはいだからエロすぎるんですよ本当にあ,あの知らないところでなんてことをしてくれたるんだ<あ> <laughs> そうやってね個人のファンに向けてエッジなファンサーとなっているということなんですねうん、うん、<laughs> それを私たちが垣間見てしまうというか<あ>その春菜くんの攻めに表現する瞬間が私その描写がめちゃくちゃ好きでま表情もすごいオラってなるんですけどプラス すごい凶悪なブツを出すんです。<laughs> そのブ <laughs> ツがめちゃくちゃもうすごいんですよあ<ー>。ああ。ビッグサイズなんですよ。あ、そうなんですね。もう XL とかではない。あ、もうなんかすごいんですよ <laughs>。<laughs> もう <laughs> <laughs> このなんか帯の後ろとかにここにもなんか顔に似合わない凶悪なブツでとか書いてあるんですよ。よ。え、すごい楽しみです。<laughs> 画面としての刺激が強すぎて、はい。 なんか <laughs> 開けた瞬間おおうって <laughs> すごい笑いが逆に止まらなくなるみたいな <laughs> あそうなんですねじゃあエッチもありながらもちょっと笑えるところもあり進んでいくっていう、うん、<laughs> こちらのイチ押しシーンなんですけども、はい、あの先ほどから言っていたギャップとかも,もちろんあるんですけども特に受けの木下さんが三つの顔を持っておりまして <laughs> <laughs> 1つ目があの影が薄いアナウンサーとしてのちょっと目立たない顔とさっき言ってたガチドルオタな感じでその時もメガネかけてすごいメガネが曇って目が見えないタイプの手がね鉢巻きつけてもうペンラ振りますみたいなそういう一面もありつつ3つ目が。 あの最中のクソエロい顔ですああ、ドエッチなんですかそうなんですよなんかこの今言った三つが全然違う表情を見せてくれてて確かにそうですね全然違うからこそあこれ同一人物なんだって考えると急に興奮してくるんですよ <laughs> え、この今済ました顔でテレビで喋ってるアナウンサーが昨日の夜あんなことしてたのみたいなはいはいはい考えちゃったりしてあのたまらなくなるしあとこれはちょっと楽しみにしてほしいんですけど作中で アナウンサーとしての仕事をしてるのに、最中の。ちょっととろけちゃってる顔が、え、出てないみたいながあるんですよ。そんな放送しちゃって大丈夫なんですか。<laughs> 放送しちゃだめなのみたいなとこがあるんで、そこをちょっと楽しみに読んでいただきたいところですね。はい、なるほど。それでは最後に、こちらの作品のまとめです。はい、で紹介してきました通りも、どう光属性のアイドルが出てくるんですけども、<laughs> まあ若干ちょっと。 ドエズな攻め要素もあったりするので、完全の光からちょっとちょっとだけ下げたんですけども、いやでも光には変わりなく、そうですね。まあ、もうなんかずっと聞いてる限り幸せそうな感じが、<laughs> 読み終えた後こっちもハッピー、二人もハッピーみたいなもう幸せな世界、<laughs> それでオッケーなんで。あそうです、ね。<laughs> でえっとまあ。 エッチ度については、まあ、たくさん語ってきたこの木下さんのお顔もなんですけども基本的にやってることがめっちゃエロいんで、はい、間違いなく私は4かなと<あ>超個人的な気持ちでつけさせていただきました。<laughs> はいはいはい、楽しみでですすすねこの本すごいい分厚いんですよ ストーリー話数もすごい多くて、あのー、ボリュームたっぷりで楽しめるんですけどもそのお話の重厚感もありつつその間に差し込まれるエッジが、まあ、特別長いわけではないんですよただその短い中にの濃厚なものが詰め込まれてて読んだ時の満腹感は間違いないと思います。<laughs> あまあ、量ももありつつやっぱ質も結構いいいう,うなんですよすごくいいででな<ー>なので、まあ、エッジ度はは心配なさらず <laughs> <laughs>、はい でもあとはもちろんねアイドルが登場しますのでアイドルビエルお好きな方だったりとか、うん、あとギャップ萌えがとんでもなく楽しめますので<あ>その辺もぜひすすギャップ萌えなんてねもうオタクはみんな好きですから <laughs> これは偏見ですけど <laughs> いやでも間違いないと思いますよ私も読みながら「これこれ」って思いながら <laughs> たんで <laughs> ということでね本日はこちら「推しのンサがエロすぎです」を紹介させていただきました、はい、概要欄にこちらの作品を紹介しているチルチルのリンクを貼っておきましたので <laughs> そちらも是非チェックしてみてくださいそれではバイチル <laughs>